毎朝起きて一番初めにすることはお湯を沸かしてエスプレッソを作ってアメリカーノを作ることです。私はやっぱりミルクが少しでも入っている方が好きなので、このコストコのいつも使っているオートミルクを少しだけ入れて飲みます。今回のビデオはいつもと違って、この時撮影した時点でダイエットを始めて2週間経ってたんだけども、その間に、結構いろいろ勉強したんですね。食べ物のことについてだったりとか、エクササイズについてのことだったりとか、いろいろ勉強したんだけども、やっぱり自分が学んでいる時っていうのは一番人に伝えられるし、教えやすいっていうかシェアしやすいので、今回はそういった感じで皆さんにも私が学んだこととか頭の中に入っているものをシェアしていけたらなと思います。朝ごはんって私はとても苦手というか、今までは、朝ごはんをスキップして10時半とか11時ぐらいにちょっとランチも一緒に含んだ感じの多めの量を朝ごはんと、お昼という感じでとってたんですね。でもすごくそれって良くなくって、まずいきなりボーンと多いものをたくさん食べると血糖値がものすごく上がるらしいんですよ。で、血糖値が上がると、脂肪になりやすい、太りやすくなるっていう感じらしいんで、朝ごはんをしっかり取らなきゃいけないことを学びました。で、1日の中での摂取するカロリーの、20% から 50% を朝ごはんで取った方がいいらしくって、なので朝なるべくカロリーを取れるようにはしているんだけど、まだまだ体が慣れてなくって、朝たくさん食べるっていうよりか、私はどっちかというと夜たくさん食べたい方だったから、体を慣れさせるために頑張っているんだけども、そうです、この日は朝オートミールプロテインを入れて作りました。レシピを知りたい方はぜひググってみてください。この日作ったやつ全然美味しくできなかったんで、なんかプロテインパウダー入れすぎちゃったみたいだったからあんまり美味しくなかったです。先ほど血糖値の話をしたんだけども、その血糖値をバーンと上がるのを防ぐ方法があって、でそれは何かというと、アップルサイダービネガーをティースプーン1杯ほどその食前に飲むと、その血糖値がいきなり上がるっていうのを抑えられるらしいので、私は毎食食べる前にティースプーン1杯分飲むようにしてます。ちょっと慣れが必要になってくるんだけど、慣れると大丈夫なので、多めの量はいきなりすると焼ける感じになるから気をつけてくださいね。今ショットグラスで飲んでいるものが自家製のレモンとジンジャーのショットなんだけども、
前はコストコでこのスージャオーガニックっていうところから出ているこのイミュニティショットっていうのを買ってたんですね。後ろを見るとなんかココナッツウォーターだったりとかジンジャーとかあとはたくさんスパイスブラックペーパーとか入ってて、まあ、イミュンシステム免疫を高めてくれるショットなんですね。ブースターというか。で、それを昔は買ってました。なんだけど、お家でも作れるってことが分かって、で、最近は家で作ってます。私が作っているのはレモンとジンジャーだけのものなんだけども、痩せる効果、燃やす効果があったりだとか、あとはクレンズの効果があったりだとかするみたいなので、皆さんにもぜひおすすめします。ちなみに作り方はですね、500ml のお水を沸かして、そこにスライスした2つのレモンと、あとスライスしたジンジャー、これは好きなだけ入れて、で10分煮て、であとはこして冷やしておしまいっていう感じですかね。朝ごはんも食べ終えてお腹も落ち着いてきたなと思ったらもうワークアウトを始めちゃいます。一番初めはまずワームアップとして毎回縄跳びを跳んでます。100回跳ぶのを5回に分けて全部で500回毎回跳ぶようにしてます。ちなみにですね、中山きんに君が言ってたんだけど、ケーキとかそういう甘いものを食べたい時っていうのはワークアウトする前に食べるといいみたいですよ。そうするとすぐそれが脂肪にならずに燃えるカロリーとして消費してくれるらしいので、中山きんに君が言ってました。よし、そしたらね、これからするワークアウトはすっごい汗が垂れてくるから、このヘアバンドをして汗をキャッチしてもらう。もう、 こう目とかに入ってきてまつげエクステンションとかにもくっついたりとかして嫌だから、とりあえずこうやって汗止めとしてヘアバンドをこれからつけるんだけど、今日選んだのはこのビデオ、30分でジャンプしないワークアウトだって。じゃあこれやっていきます。よし、したらノージャンピングらしいから靴は脱いでやる。Thank you.
94%、 もうちょっとで終わる。終わるとこ取りたいもんね。クールダウンだって。これでヨガでもよく。チェスオープン。30分ワークアウト終わりました。今が7月じゃん、6月の28日から本格的にワークアウトを始めたので、今のところ約2週間経ったんだけど、収録でワークアウトしててこういう感じでね、今まだ2週間しかやってないからね、なんだかんだ、まあ、そういう感じでやってるんですけどさ、やっぱさ、
こうやってさワークアウトするじゃない。だからやっぱりあのまつげエクステンションつけてるといいし、もう気づいてる方いると思うんだけどさ、私さ眉毛ブリーチしたの眉毛ブリーチしたの。今さ色飛んでるからすっげえなんかすっげえ眉毛飛んでる風に見えるんだけどね、眉毛ブリーチしたのさ。で髪の毛と一緒でここに色を入れるみたいに眉毛にも色を入れてるのだけど、最近あのこの眉毛の色が抜けてきたからまた入れないといけないの。じゃあでさ2週間さあの本格的にワークアウト始めたって言ったじゃない。でね最近気づいたことはね、スクワットがすごくあの簡単になってきたの自分の中で。割と結構ああいうワークアウト、今日みたいなワークアウトするときって結構こういう作業が多いわけ。こうやって手伸ばしたりとか、こうやっていっちゃったりとか、ずっとスクワットしたりとかみたいな感じで、ここの筋肉使うのが多いんだけど、それでからかここが多分私すごい鍛えてきてるんだよね。ここもそうだし、もともとさ私の体ってあの絶対超痩せてるっていう感じにならないわけ。もともとこう筋肉質ですぐ筋肉がつきやすい体質なの。だからさこうたとえこう痩せたとしても筋肉がすごくつきやすいんだよね。そうだからもう多分それだと思うんだけどさ、足がすごくこうなんていうの、楽になってきた。支えれるしスクワットが結構できるようになってきちゃってでそうするとさここが大きくなるじゃない。でそれはしたくないわけよ。なんだけどどのワークアウトにもこのここを鍛えるのが入ってくるわけだから、やっぱり鍛えないといけないんだよね多分ね。学んでさしたらやっぱり筋肉がないと体は痩せやすい体質にならないんだって。だからもうそうやって考えててさ頭の中で、私は筋肉質の体質だからすぐ筋肉がつきやすいし、すぐこうバクッとしちゃうのよ、しちゃうからそんなに筋肉はつけたくないんだけど、でも筋肉をつけないと痩せやすい体型にはならないから、いっぱいプロテインとって筋肉つける。だから今さこう大きくなってくる来てる気がするわけ自分の中で。で体重も別に減ってないのね。収録でさワークアウトしてるんだけど別に体重は減ってないの。でもその一番始めた時の写真と見るとやっぱりこことかでかくなってきてるわけ、あと足も。であるさこのワークアウト系の YouTuber が言ってたんだけどね、初めは自分こうでかくなってきてる気がするんだって。その一番初めっていうのをワークアウトし始めると、なんだけどそれはまあ筋肉をつけてついてきてるってことじゃん。でそこにプラス今度そのカロリーコントロールしたりとか、あと食べ物でこうほら1ヶ月2ヶ月ってこうさ続いてきたさ、やっとその体が追いついてくるらしいのね。だから私はそれを期待しているの今。だからすごく今でかくなってきてる気がする、この筋肉が。わかる？見て見て、これ2週間だよ。もともと多分あったんだよね。もともとも自然にあって筋肉が普通に生活してて、でそれにプラスこうやってトレーニング始めたからさ、すげえ筋肉ついてきたの。やばくない？そう、まあいいや、とりあえずそんなんでもう仕方ないからね、うちの旦那にも筋肉に、任せろと。とりあえず私の体の筋肉がつきたいところに筋肉をつかせて、でそこからやってこうみたいな。もうずっと旦那にもうでかくなってくる気がしてるみたいな、痩せてもないし体重も減ってないしって言ってけ、なんだかんだまだ2週間だから初めてそうなんだよね。だから一番大事なのはコンシステンシー、持続して持続する、持続することが大事だね。そういう感じで、とりあえず今30分のワークアウトしたじゃん。ノージャンピングっていうのを選んだのは、ほらノージャンピングってさ、例えばそのアパートに住んでて、ほら下に人が住んでてとかさ、うるさくしたくないとかさ、そういう感じじゃん。だけどさ昨日ね私がやったワークアウトが結構きつかったのきつくってジャンプとかもすごい入ってて、ジャンプすると大変なの、すっごい筋肉使うじゃない、疲れるんだよね。だからそれですげえ頭痛がしたから昨日
ワークアウトした後に頭痛がして疲れて真っ赤になって顔とか。だから今日はジャンプしないやつを選んだの。まあ、30分経ったじゃん。あれなんだかんだ30分とかって35分ぐらいあったからね。あのワークアウト、ワームアップが入ってたから、まあ、とりあえず終わったんだけど、ちょっとまだパワー残ってんのね。パワー残ってんだよ。で、まあ、なんだかんだいつもこんな感じ、ちょっとパワー残ってる。こういう感じのワークアウトだとやってる間きついんだけど、終わったら結構あ、まあ疲れたけど OK みたいな感じになるのね。重たいのやるね。ね、でこの重たいのやるときは、重たいのやるときはまたネットフリックつけて見たいの見ながらやる。したら私がその重いワークアウトをするときに使うものを見せますね。それがさ、これなの。でね、これね、うちの旦那がある日買ってきたのよ。で、買ってきたとき私はまあ、なにこんなん買ってきてとか言ってさ、また触らない、買って満足だけしてって言ってたの。なんだけどね、今となっては私が一番使ってますよ、これ。いいのがね、なんか ボーフレックスっていうやつなのかな。で、いいのがさ、ここ変えられるのよ、重さを。ね、すごい良くない？だからこの2つだけで足りてるんだけど、まあ、5から始まるんだよ。で、こっちも5にして5、うん、これが5ね。で、どうしようかな。まず7.5 でやろうかな、今日は。したら軽いよ、軽いけど 7.5 でやる。で、やるじゃん。ちょっと疲れてるから7.5 だけど、行ける時とかは10-10で、テレビ見ながらワークアウトしてる。ダンベルをするときは1つの動きを10回繰り返して、それを3セットするようにしてます。このね、メイソンのジャーあるじゃん。これが1000ml あるから、 1000ml って1リットルのことだよね。1リットルじゃん。だから1日にこれを3杯から4杯飲むように してるだよね。てか、そういう勝手にもう水が欲しくなるから
3杯から、ね、4杯飲んでるんだけど、午前中のうちにこれはまあ大体1杯は飲むんだよ。1杯は。で、なんかさ、妊娠する前はこのコップでこう水を飲むって言っても一口飲んで満足だったわけ、昔はね。なんだけど妊婦の時とかになると結構頭痛がするわけで、頭痛がするって医者に言うと絶対に水飲めって言われるわけよ。で、自分がその妊婦の時に水をたくさん飲む練習をしたので、したら結構水を一気に飲めるようになったの。1回結構の量飲めるようになったのね。で、後々調べたらさ、脳って80% だっけ水でできてんだよね。だからさ、ちょっとでも自分の体の中に水が足りてないって感じるとさ、要はここの脳に水が 80% 必要なんだから足りてないわけじゃん。それだから頭痛が起きるんだよね。だからそういった意味で水を取るほどいいことはないよね。そうだからって言ってすごい、だからトイレに行くの何回も何回もトイレに行くの、一日に。でもう嫌っていうぐらい行くんだよ。行くの。でもこれはもう、もう妊婦の時からずっとそれだからもう懲りずにしてるんだけど、そう、まあ、めんどくさいけど仕方ないよね、トイレに行くことはね。 OK、 したらちょっとストレッチしようかな。ちょっとストレッチして、私はすぐワークアウト終わると、これ普段そのこういった感じのワークアウトを午前中にして、で午後はしないかな。たまになんかちょっと歩いたりとかはするけど、まあ、1日に1回こういう感じでワークアウトして、で終わったらすぐプロテインシェイク飲んで、でこのさワークアウトの時間が押してね、なんかお昼頃とかにかぶってるんであれば、もうそのワークアウト終わった後に作るプロテインシェイクをスムージーと混ぜちゃって、なんか野菜たくさんのスムージーにプロテインシェイクを入れて、まあ、ランチとして食べるっていうか飲むっていう感じでするけど、今日は普通にこの後、プロテインシェイクにただ水だけで混ぜて飲んで、まあ、スナックみたいな感じだね。こうやってさワークアウトしてカロリー燃やすじゃん。でその燃やすのにも筋肉がないとカロリー燃やせないんだって。だからやっぱり体に筋肉をつけないといけないらしいぞ。こういった感じの、あ、そうだね、ストレッチはそうだ、夜やってる。夜ディナー食べてその後ゆっくりしてさ、寝るまで、寝る前とかテレビ見たりとかするときはずっとこうやってストレッチしたりとか、ちょっとヨガっぽいことしたりとかして、マッサージとかもして、足のして、まあそれがそうだね、まあストレッチはそんな感じで寝る前とかにやるかな。うん、皆さんこのシューズ覚えてる？私がさ、セイバーズっていうクリストストアで買ったシューズ、ランニング用のやつ、めっちゃいい、買ってよかった本当に。ランニングでも使ってるし、こういう感じでも使ってる。これ本当買ってよかった、めっちゃ安かったしね。まあユーズドだからね。これさ、私のねヨガマットじゃん。ヨガマット見て、これルルレモンのやつなのにさ、書かれてる、ここから息子に、息子か娘にエディソンかフローレンスに書かれた。よし、ワークアウトした後は筋肉がとてもプロテインを欲している状態だから、すぐプロテインシェイクやら、まあハイプロテインなものを食べたり飲んだりするといいみたいです。私はこのプロテインシェイク、コストコで買ったやつなんだけど、とても気に入って飲んでて、今水がこぼれちゃったんだけど
そう、コストコで買ったやつすごく気に入って飲んでてですね、バニラ味も試したことがあるんだけど、それはあんまり美味しくなかったから、私が今飲んでるのはチョコレートファージってやつなんだけど、とても美味しいです。すごくクリーミー、お水で割るだけでもすごくクリーミーになって美味しいですよ。それとですね、ついでにこのハワイアンスピルリナっていうパウダーも混ぜちゃいます。私はスムージー作るときこれ入れるの好きなんだけど、プロテインシェイク作るときも混ぜちゃえって感じで混ぜて作ってます。まあ、中にめっちゃいいものがたくさん入ってるわけなんですよね。今ビデオ作っているついでなんでググったらですね、このハワイアンスピルリナにはすごい言いにくいんだよねこれ。まず免疫をサポートするしてくれるっていうのと、あとコレステロールサポートしてくれるっていうのと、エナジーを与えてくれるっていうのと、あと7個のアミノ酸、必要なアミノ酸が入っとると。で、あとものすごい量のビタミンだとか栄養がめっちゃ入っている。もう色見るだけでわかるよね、この、真緑のさ感じのやつ。はい、ですが、はい、すべてこれは完食いたしました。もう美味しい美味しい、大好きです。そして毎回プロテインシェイクが終わったらシャワー浴びますね。頭洗ったりとか体を洗うっていうわけではないんだけど、汗を流すっていう感じ。1日に2回はお風呂に入ってるから、これは昼間ね、ワークアウト終わった後で、汗を流すっていうだけでやってます。はい、そうしたらランチになりますね。自分が食べるものと子供たちが食べるものが全然違うから、もう自分のは簡単に作っちゃいたいっていうのと、あと美味しく作りたいっていうのがあるんだけども、今日選んだのは、冷蔵庫にあったものをかき集めた感じなんだけど、最終的にグリークサラダみたいな、メディトレリアンサラダみたいな感じになりました。キュウリとピーマンと、あとトマトを今切っているんだけど、冷蔵庫に入ってたら必ず入れてたものは、フェタチーズ切れてたから、あーと思って入れられなかったんだけど、それはあったらもちろん入れてたし、あと紫の玉ねぎ、水にさらして薄く切ったやつを入れたらもう絶対美味しかったと思うし、あとはハーブ系、なんかディルだとか、あとオレガノとか、なんかそういった感じも入れたら美味しかっただろうなと思ったんだけども、今日作ったのもなかなか美味しくって、なんだかんだその翌日も同じものを食べてました。私はかなりスポットをついた美味しいサラダです。今切ってるのがブラックオリーブスで、これはボイルドエッグですね。これは常に冷蔵庫にストックしてます。スナックとしてでも食べれるのでとても便利ですよね、冷蔵庫に常に入ってると。で、次にこれはグリーンオリーブスなんだけど、これもカットしていきます。ちなみに今日作ったものすべてコストコで買えますから、私のキッチンにあるものはほとんどだいたい 70% ぐらいコストコで来てます。で、今日作ったドレッシングはですね、まず今かけてたのがクミンパウダーで、これがピンクソルトですね、お塩と、あとこれが黒胡椒でしょ。で、ライムをスクイーズして、あとオリーブオイルと、あと甘みにメープルシロップをかけて、で混ぜて、で出来上がりです。めっちゃ美味しいです、これ。めっちゃ美味しい。鼻がムズムズする今日。プールから帰ってきました。プールはなんだかんだ1時間半ぐらい行ってて、
エクササイズまでとも言わないけどさ、なんかプールの中をこう行ったり来たりして歩くのもしたんだけど、何回もできなかった。もう子供にアタックされて、子供と遊んだり座ったり立ったり捕まえに行ったりとかいうのを繰り返して1時間半ね。今帰ってきて今4時半なんだけど、なんか今日みんなのご飯どうしようかなっていうのと、あと自分のご飯どうしようかなっていうのを考えてるんだけど、ちょっと小腹が空いたじゃん。どうしようかな。スナックはいつも食べるんだけどね、ヨーグルトとか食べたりするんだけど、あ疲れたな。ちょっと座りたい、座って休みたい。もうずっと動いてるから朝から。なんかさ、お昼と食べるときもさ座るけどさ、食べたらすぐ立つじゃん。なんか別に休んでないんだよね。休んでないの。もう疲れた。よし決めた。スナックはこのパンあるじゃん、プロテインが多めに入ってるパンなんだけど、これとこれトーストして、でピーナッツバターにバナナ乗せて、でシナモンかけて食べよう。もう黄金のね、そういうワークアウトとか鍛えてる人とかには黄金のスナック、昔から好きなやつ。エリソンもすごい好きなんだけどね、よく朝ごはんでこの子は食べる。これを一番端のやつ。皆さんびっくりするかもしれませんが、今作っているもの、材料すべてコストコで買ってきております。驚いたでしょう。めっちゃうまい。これめっちゃうまい。めっちゃうまい。はい、夕方になったのでディナーの準備をしています。今日家族のご飯はハンバーガーと、あと枝豆と野菜を作ろうと決めたので、自分は、バーガー そのパンなし、お肉だけと、あとさっき見せたアスパラをソテーして塩コショウで、であともう一つ副菜でこの、ほうれん草と、あとマッシュルームをただ塩コショウでソテーしただけのもの、これを、私は食べることにしました。でまたコストコのこれオーガニックサルサなんだけど、これをかけていただきます。これでなんか味が完成するっていう感じかな。そうで、お肉がさちょっとまあ焦げてる感じだったけど、でも全然美味しくいただけましたよ。はい、ということで今日のビログは私がダイエッターとして1日に何を食べたかでした。何を食べるかっていうことに気を使っているのはもちろんなんですが、それと一緒にこういつ食べるとか、何と一緒に食べるとか、そういったことにも最近は気を使って食生活を送ってます。もちろんエクササイズとかもそうですけど、ぜひためになるような情報がある方はコメントの方で教えてください。ではまた次のビデオで会いましょう。バイバイ。